日本の英雄というのは実はスーパーマンみたいな人はいないんですね。漫画からも少し紹介したいと思います。キャプテンという漫画なんですね。主人公は野球が下手だったんですよね。一人一人がヒーローになる。それは日本型のヒーローなんですね。皆さんこんにちは。皆さんの国には英雄と言われる伝説的な人が知っているでしょう。今回紹介したいのは日本の英雄のタイプなんですね。例えばスーパーマンってご存知ですか？強くて優しくてもう完璧ですよね。一人のスーパーマンが悪をやっつけてしまう。男の子であれば憧れますよね。しかし憧れてもなかなかなれるわけではないですよね。一方で日本の英雄というのは実はスーパーマンみたいな人はいないんですね。少し紹介しましょう。日本の基礎を作ったと言われている大国主の神様という方があります。この神様は出雲大社に祀られている神様なんですね。国を作ったような神様ですからさぞ強い、それこそスーパーマンみたいな神様だと思いませんか？しかしこの神様は小さい頃はいじめられっ子で、そして使いっ走りだったんですね。大きくなってから国を作る立場になって、そして立派に日本の基礎を作っていった神様なんです。彼は子供の頃いじめられたり使いっ走りになったっていうことで、人の心っていうのが分かったと考えられています。国を作るときに民衆の話をよく聞いて、そして民衆の力を生かしながら一緒に国を作っていって、それが今日の日本の基礎になっているわけです。漫画からも少し紹介したいと思います。野球の漫画でドカベンという漫画なんですね。主人公の山田太郎、これはすごいバッターだったんですね。しかし野球ですから9人で行います。みんながみんなすごい選手ではないんですよね。個性的なメンバーをまとめていって、その個性を生かして強いチームになって、そして活躍していくわけです。例えば社会においても一人でできることって限られてると思いませんか？チームメイトのそれぞれの個性、考え、そういったものをみんなで共有して一つの目標に向かっていく。リーダーだけで強いチームっていうのはなかなかなることができませんよね。それからこの漫画も面白いです。キャプテンという漫画なんですね。これも野球の漫画なんですが、主人公は野球が下手だったんですよね。しかしある時にキャプテンに指名されて、みんなの見てないところで努力をしてたんです。たまたまその努力をチームメイトが見て、僕たちも努力しなきゃいけない、そう思って努力をし始めて、
んだんチームも強くなっていって、最後には全国大会優勝、まあ日本で言えばトップですよね。そこで優勝するようなチームとも戦って勝っていってしまうんですね。そしてこのキャプテンは続きがあります。これは自分は一生懸命努力して、チームメイトと共に汗をかいて、なんとかチームも育った。しかし後継者も選ばなきゃいけない。どうやって後継者を選ぼうか、そして後継者となった人が自分はどうやってこのチームを強くしていこうか、まとめていこうか、ということが続いていく漫画なんです。非常に、私は個人的にはこの漫画が好きで、皆さんもしご存知なければ、ぜひ読んでいっていただきたい一冊なんですね。それからこれはサッカーです。サッカーの日本ではキャプテン翼と呼ばれています。これも主人公は非常に上手ですよね。しかしチームとして勝たなきゃいけない。ですから当然チームと共に成長して、強いライバルたちと競い合って、そして成長していくという漫画です。続いてドラゴンボール、これゲームにもなってますよね。ご存知の方も多いと思います。この主人公はやはり強いですね。しかし周りの人とやっぱり協力して、一緒になってドラゴンボールを手に入れていくわけです。それぞれに役割があって、そしてチームとして、これも同じですね、一つの目標に向かって物事を成し遂げていく。日本の歴史っていうのは、いろんな英雄っていうのが時代時代によって出てきます。しかしスーパーマンというような存在はいないですよね。リーダーであってもリーダー一人では仕事はできません。リーダーを支える人、アイデアを出す人、一緒に働く人、さまざまな人たちと協力して物事を成し遂げる。これはですね、日本のいろんな文化のところで見ることができます。例えばお祭りなんかもそのうちの一つなんですよね。今回これを紹介したいと思ったのは、今からの時代、一人のスーパーマンが社会を引っ張っていくのではなくて、みんながそれぞれの役割を持って一人一人がヒーローになる。それは日本型のヒーローですね。こういう助け合っていく、共に支え合っていく、これがとても日本的であり、これからの時代にとって実は大事なことではないかなというふうに思いまして、今回紹介させていただきました。それでは。